はい、はい、どうも、アジマ教授です。で、ここにね、ほら、ワンちゃんいるんですけど、喋ります。喋るとワンちゃん逃げるんでね。逃がすためとかじゃなくて、単純にね、いや、昨日の動画の終わり方、みたいな感じで終わったんですけど、あれお父さんが帰ってきてね、鍵を開ける音がしちゃったんでね、まあ、鍵開ける音で特定されたらマジで世話しないですけど、お、寝るらしいですね。はい。よいしょ。なんで出てくれないの？いや、出たくないんだ。そういうわけでもない。まあ、出ないならいいですけどね。え、出ないの？リブも嫌がらせしてきますね。リブって言っちゃったね。もううちの名前なんですけど、喋って逃げるっていう習性を理解しやがったこいつってなって、今ね、もう尻尾振ってなんかうち向いてます。いや、俺雑談したいだけなのに。じゃあもう出てかなくていいです。はい。ね、出てかせようとしてるんですけど。片手間に見送るなってことかな。そうすると俺のお尻が見えちゃうじゃん。お、じゃあ出るかい？今度それ。なんでそれ？出ないの、リクちゃん。なんだよ。遊びじゃないんだよ。出るなら俺はもうやらないから。はい。お尻痛い。お尻マジ痛い。やばいな。俺のね、お尻病がね、火吹いてますよ。いや、喋ることなんもねえや。でもね、喋れるときに喋っとかないと、やっぱりダメだと思うんですよ。何しようかな。開けて。まあね。いや、もう。疲れるな。いやー。喋ることねえわ。ああ、ねえんなら喋んねえ。うわ、ごめんみんな。